そうよ、お前さん奇遇だね。新年早々元気がいいね。明けましておめでとう。今年もよろしくね。ところでお前さん、この後何か用事でもあるかい？特にない？そっか、それなら今から私と神殿に行かないか？まあそれもあるけど、私の目的はそれだけじゃないのさ。神殿には特別な御神刀が祀られていて、年に一度正月に神官がそれを使った演舞を披露するんだ。これがなかなか見応えがあるらしいから、一度見ておこうと思ってね。ギルドの連中も誘ったんだけど、みんな用事があってね。せっかく晴れ着も新調したことだし、こうして一人で来たってわけさ。そういうわけだから、お前さんさえよければ一緒にどうだい？付き合ってくれるのかい？ありがとね。それじゃあ早速神殿に向かおうか。いい席取りたいさ。始まらないね。もうとっくに開演時間は過ぎてるんだけど。ちょいとあんた、いつになったら始まるんだい？待ちくたびれちまったよ。ぐっす。答えるな。寒空の下に年寄りを待たせるもんじゃないぞ。申し訳ございません。ただいま準備を進めております。どうか今しばらくお待ちください。なあお前さん、なんだか様子がおかしいと思わないか？舞台はもうできてるし、あとは御神刀を持った神官が登場するだけだ。一体何の準備に手間取ってるんだろうね。それにあの巫女さん、よく見りゃボロボロじゃないか。単に忙しいだけであんな風になるのはおかしいよ。お前さんもそう思うかい？こいつは話を聞いた方が良さそうだ。お嬢さん、ちょっといいかい？はい。あの、演舞ならもう少しお待ちいただけますか？ああ、そうじゃないんだ。なあ、一体何が起こってるんだい？私らでよければ相談に乗るけど。いえ、何も問題は。そんな思い詰めた様子で言われてもね。大丈夫。こんなおめでたい格好してるけど、それなりに場数は踏んでるよ。でも。それに、いつまでも観客を待たせておくわけにはいかないだろう。わかりました。大ごとにしたくはないので、こちらへどうぞ。実は今日の演舞を行うはずの神官様ですが、手が離せない状況にあるのです。それってどういうことだい？この神殿には様々ないわくつきの品が収められているのですが、手違いで壺に封じられていた悪霊が解き放たれてしまったのです。悪霊？すぐさま神官様が結界を張って抑え込んだのですが、結界を張り続けているせいで身動きが取れなくなってしまったのです。神殿の御神刀を使えば悪霊を封じることができるのですが、あいにく御神刀を扱えるのも神官様だけなのです。そうか。それは大変だね。見たところあなた様は剣士でいらっしゃるようですが、よろしければお力をお貸しいただけないでしょうか？まあやぶさかではないんだけど、お化けの類はちょっとね。お前さん、なんと心強い。それでは神官様のもとへご案内いたします。
これは厄介なことになったね。神官様、剣士のお方をお連れいたしました。おお、それはありがたい。剣士殿、私はこの通り結界を張り続けているため、御神刀を使うことができません。悪霊はその御神刀で切れば封じることができます。ぶしつけなお願いで申し訳ないですが、どうかよろしくお願いし。悪霊め、剣士殿、大丈夫ですか？大丈夫。これで切ればいいんだな。よし、さっさと終わらせ。よりによって悪霊ならさ、これが魔物だったら何の問題もないのに。くそ、いやらしいやつだ。速攻で片付けてやる。これでどうだ。全然刃が届いていません。参ったね。怖くてまともに敵を見られないし、逃げ腰で立ち筋もぶれちまう。こんなんじゃ一日やっても終わりゃしない。情けないったらないよ。お前さん、一体何を言ってるのさ。もしかして心の目で見ろとか言うつもりかい。残念だけど、今の私にそんな芸当は。お、そうか、その手があったね。それじゃ頼りにしてるよ、お前さん。剣士殿が目をつぶられた。お、目を閉じたらなんだか落ち着いてきたよ。悪霊を見ずに済んでるからね。敵が見えなくても不思議と不安はまるでないね。なんだって頼れる男がそばにいてくれるんだからさ。了解した。これで終わりだ。やった、やりました。悪霊が封印されました。お見事でした、お二人とも。なんと俺を言っていいか。私らのことはいいから、早く舞台に行きなよ。お客さんが待ってるからね。そうですね、ぜひお二人も見ていってくだ。神官様。結界を張り続けて少々疲れが来たようです。大丈夫、これくらいなんとも。おいおい、フラフラじゃないか。その体で演舞は難しいだろう。剣士殿、失礼ついでにもう一つお願いしてもよろしいでしょうか。え、構わないけど。あんた、まさか。はい、あなたに私の代わりに演舞をしてもらいたいのです。待っとくれよ。確かに剣の腕に自信はあるけど、あくまで実践用。演舞なんて人様にお見せするような代物じゃないよ。この演舞は御神刀で魔を払う儀式。その大前提さえあれば、あなたの自由に演じてもらって構いません。そうは言ってもね。まったく、お前さんまで。でも私が悪霊を倒すのにもたついて、神官さんに余計な負担をかけちまったからね。ここで逃げるわけにはいかないね。分かった、
やらせてもらうよ。皆様、大変長らくお待たせいたしました。これより新年の演舞を開始いたします。おお、ようやくだな。なお、本日は特別な演舞となっております。どうぞお楽しみください。やれやれ、こういう緊張感は初めてだね。あら、新刊さんじゃないわね。特別ってどういうことかしら。あんなお嬢さんに演舞なんて務まるのかい。観客が戸惑うのも無理ないね。ま、私は私の仕事をするだけさ。見ててくれよ、お前さん。かつ躍動感あふれる舞のような動き、震えが来るような剣のさえ、なんと、なんと美しいんだ。着物であんなに軽やかに動けるなんてすごいわね。衣装も雪景色に映えて、とっても綺麗じゃない。私にはお上品な演舞なんてできやしないからね。私流の剣術の舞、どうやらお気に召してくれたみたいだ。さあ、もう一段飛ばしていくよ。お疲れ様でした、剣士殿。見事な演舞でした。私ではあれほど観客を沸かせることはできませんでしたよ。私は好き勝手やらせてもらっただけさ。まあ、それなりに形になったからよかったよ。今日は本当にありがとうございました。ささやかですが、こちらお礼のお守りです。ご利益があるよう念入りに祈りを込めておきました。お二人に幸あらんことを。それではこいつは嬉しいね。あ、でも一つ手に入れるとなんだか他のも欲しくなるね。用心ってわけじゃないけど、何しろ新年早々大変な目に遭っちまったわけだし。そうだね、いっぱい服を集めておけば何かと心強いってもんだ。なんだか楽しくなってきたね。新年を迎えたからって何か変わるわけじゃない。でも正月ならではの期待に満ちた空気ってのはなかなかいいもんだよね。子供みたいにお年玉はもらえないけど、大人には大人の正月の楽しみ方があるのさ。いい機会だ。お前さんにも教えてやろうかね。クリスマスやハロウィンとはちょっと違う、明るくおめでたい雰囲気が私は好きでね。今年は柄にもなく晴れ着なんて着ちまったよ。でもこの雰囲気で女一人ってのは寂しいもんさ。
これだけ言えばもうわかるだろ。これから私と思い切り正月を楽しもうじゃないか。お前さんとなら特別な日が一層特別になるはずさ。早速町に繰り出すよ。ついてきな、お前さん。さて、服を集めようと言ったものの、具体的にどうすりゃいいもんかね。お守りをもっと買うってのも手なんだろうけど、それじゃあ芸がないしね。あれ？ああ、何かのイベントみたいだな。ん？羽根付きランドセル杯ね。優勝者には今年一番の幸福が訪れる福人の称号が与えられ、さらに副賞として豪華商品もか。こいつは渡りに船じゃないか。飛び入り参加もありみたいだし、行くよお前さん。何ぼーっとしてるんだい。こいつは二人一組での参加だろ。もちろんお前さんにも付き合ってもらうよ。安心しな。お前さんは根性で食らいついてくれればいい。あとは私が全部返すからさ。さあ、二人で服をつかみ取るとしますか。一の羽根、釈光乱舞。試合終了。飛び入り参加のチームルカ、2回戦突破。初出場ながら他を寄せ付けない圧倒的な強さだ。まあね、正月の遊びなら負ける気がしないよ。それにお前さんもなかなかやるじゃないか。さすが私の見込んだ男だよ。ほう、お遊び気分のカップルと思いきや、なかなかどうして。達人レベルの動きを見せる女性と、拙いながらもガッツあふれる少年。若さと勢い、技術、そして何より互いを信頼し合っている。長らく羽根付きを見てきたが、これはめったにない逸材だぞ。だが次は少々相手が悪いみたいだな。ちょいと揉んでやりましょうかの、じいさんや。カッカッカ、あまり脅すもんじゃないぞ、ばあさんや。ぶるっちまったらかわいそうじゃろ。おっと、新生の前に立ちはだかるのは、去年おととしの覇者、優勝候補筆頭、チームシルバーだ。おいでなすったぞ、羽根付き界の老怪なる怪物が。いきなり正念場、この強敵相手にどう戦う、チームルカよ。キャー、その首もらった。ヤッハー、若い目を摘むのは最高じゃ。二の羽根、白雷シック。うやー、強い、強すぎる。昨年の覇者が何もできずに返り討ち。チームルカ、このまま一気に頂点まで直行か。こいつは本物だ。羽根付き界に現れた超新星だ。このまま行っちまうのか。いや、決めつけるのは早いみたいだな。どりゃなんと、ここでも番狂わせだ。昨年3位の
実力派チームを接戦で制したのはこちらも初参加のチーム荒くれだ。うわー、やったぜ兄貴、このまま優勝かっさらっちまおうぜ。おう、そうだな。荒削りで技術もそれほどではないが、荒々しいパワープレイに異常なまでの気迫と勝利への執念を見せ、強豪に競り勝ったチーム荒くれ。こんなに心躍る大会はいつ以来だ。今年のランドソル杯荒れるぜ。今年の福人を決める羽根付きランドソル杯もついに決勝戦。華麗なる技と絶妙のコンビネーションでターンを圧倒してきた超新星チームルカ。対するはワイルドさと執念で敵を食らい尽くしてきたチーム荒くれ。技と力の対決はどちらに軍配が上がるのか。運命の最終戦、試合開始。うわー、くらいやがれ。お前さん、行ったよ。ちくしょう、これならどうだ。甘いね、そらよ。くそ、なんでなんだよ。ここまで気迫で勝ち抜いてきたチーム荒くれだが、冷静なチームルカの前にここまで完全に封じ込められている。確かにチームルカの強さは際立っている。だがそれ以上にチーム荒くれに問題ありだ。ここまでは持ち前のパワーと対戦相手がひるむほどの執念で強引に勝ち進んできたが、チームルカにはそれが通用しない。そして勝ち筋が封じられたことで焦りが生じてしまう。弟分の企画は完全に空回り、兄貴分も対処できずに萎縮してしまう。二人の呼吸が重要な羽根付きにおいてこれは致命的だ。この野郎、倒れろ倒れろよ。ゼロの羽根、無名蓮華。やろう、ぶっ飛ばしてやる。おい、少し落ち着けって。今日のお前変だぞ。気負いすぎてもうボロボロじゃねえか。確かにこの男の執念は異常だね。ちょっと危ういとこまで来てるよ。何かしでかさなければいいんだけど。ダメだ、それじゃダメなんだよ兄貴。俺は絶対に勝たなくちゃいけないんだよ。そう、どんな手を使ってもな。この感触玉であいつらの気を散らせてやるよ。やめときな。あんたの勝ちたいって気持ちはわかるし、本気で来るなら私らは真っ向からちゃんと答えるさ。でも卑怯な手を使うとなったらこっちもそれ相応の対応をさせてもらう。それでも使う覚悟はあるのかい。すまねえ。なあ、どうしてそんなに勝ちたいんだ。お前こういうイベントに熱心なやつじゃないだろう。兄貴のためだ。俺の兄貴、前に妹に有名店の高級な晴れ着を着せてあげたいって言ってたろ。ああ、でも高価でとても手が出せなくて諦めちまったけど。でもそれと羽根付きに何の関係があるんだ。実は大会スポンサーの老舗福屋が優勝者には副賞として晴れ着を仕立ててくれるんだよ。
だから俺、何としてでも兄貴のために優勝したかったんだ。お前そこまで。ったく、それならそうと早く言えよ。でも、ありがとうよ。参ったね。私はこういう話にはちょいと弱いんだよな。こんなの聞かされたら応援したくなっちまうじゃないか。服集めって目的はあるけど、こいつらほど真剣なのかと言われるとね。ここは勝ちを譲るのも。お前さん？その兄ちゃんの言う通りだ。気を使わせて悪かったな。せっかくのイベントなんだ、後腐れなくやろうぜ。お前もそれでいいよな。兄貴。はい。ありがとな。またお前さんに救われちまったよ。これ以上情けないところは見せられないからね。本気で行くからしっかりついてきな。おりゃ！これはすごい！チームルカの圧勝かと思われたが、チームアラクレ食らいつく。両チーム一歩も譲らず。この一本を制した方が優勝となる最終局面。果たして勝つのはどっちだ？総合力で言えばチームルカが上だ。だが焦りが消え、二人の息が合い、見違えるほど動きが良くなった。チームアラクレも負けていない。勝敗を決めるのは勝ちたいという思いの強さ、それだけだ。まさかこんなお気楽イベントでこうも熱くなっちまうとはね。ここまで来たら私も負けたくないね。せいや！弟分ばかりにやらせないぜ。ボリア！よくやった、お前さん。うわあ、これが俺の全力だ。受けて立つよ。おっと、ルカ選手渾身の一撃を受け止めたが、羽の威力は弱まらず、そのまま突き進む。打ち返せるか、ルカ選手。おそらくこれが最後の攻防だ。これを制した方が勝ちだ。いけー！負けるかー！これは。お前の一撃を姉さんが受け止めたけど、打ち返す前に羽が砕けちまった。どうなるんだこりゃ。ここまでだね。ルカ選手、それはどういう。私は最後の一打を打ち返せなかった。誰がどう見ても私の負けさ。おめでとうさ。あんたたちの勝ちだよ。わかりました。激闘を制したチームアラクレの優勝です。いいもの見せてもらったよ。あんたたちどっちも最高だったぜ。さてそろそろ行こうか。悪かったね、私が出ようって言ったのに負けちまって。そうかい。それならまあ出場した甲斐があったかもね。待ってくれ。おや、あんたお疲れさんだったね。今回は本当に世話になった、ありがとう。でも、もしあのまま試合が続いていたら。私は正当な勝者を称えただけさ。それに
次やるとしたら絶対に勝たせてもらうよ。そうかい。ならせめてこれを受け取ってくれ。副将の招き猫だ。これくらいしかできなくて悪いけどよ。いいのかい？ありがとう。こっちこそな。福人にはなれなくてもあんたたちならきっといい服が訪れるさ。じゃあな。これはこれで可愛らしい服じゃないか。気に入ったよ。それじゃ次の服を探しに行こうかね。新たな年を迎えると新年の抱負を言うもんだけど、お前さんは何かあるかい？私はあれの克服かな。あれって皆まで言わせるんじゃないよ。雪景色の中で食べるそばってのもおつなもんだね。ここまで動きっぱなしで腹ん中すっからかんだったから屋台位置があって助かったよ。腹いっぱいになって人心地ついたところで、この後はどうしようかね。いいね。食べ物以外にもいろいろ出てるし、フラットを見てくとするかね。いい縁起物が見つかるかもしれないしさ。射的や当たりくじ、おもちゃ、いろんな屋台があるね。お年玉もらってたらつい無駄遣いしちまいそうだね。私はもうあげる方さ。アンナやナナカがくれくれ言ってきて困るよ。自分で稼げるようになったらお年玉は卒業してほしいもんだね。お、見ろよお前さん、ちょうどいいところに熊手を売ってる屋台があるじゃないか。熊手は服をかき集めると言われる縁起物で、見た目も華やかでおめでたくていいもんだね。せっかくだしちょっと見ていこう。冷やかしなら帰んな坊主。あ、ごめんなさい。おいおい、子供相手に穏やかじゃないね。なんだあんたらは。こっちは忙しいんだ。金のない子供の相手なんざしてやれないんだよ。うん、僕のうち最近妹が生まれたんだ。だから妹のために幸せになる熊手を買おうと思ったんだけど、お小遣いじゃ全然足りなくて。まあ確かに熊手って子供にはちょっと高価だよね。豪華になればなるほど値段も上がっていくし。ご両親に相談してみたらどうだい？でも内緒で買っていって驚かせたかったんだ。なるほど、こいつはどうにかしてやりたいね。でもよその子に勝手に買い与えるわけにもいかないし。え、あ、いや、まあできないことはないだろうけど。まさかお前さん。なるほど、
いい考えだね。あ、でも熊手の飾りはどうする？作ろうったって私らにはそんな技術ありゃしないよ。ヨシンバ作れたとしても手間と時間がかかりすぎちまうよ。周りにってことは草花や木の実ってことか。うん、いけるかもしれないね。坊や、ちょっと待ってな。私らが熊で作ってきてやるからさ。それなら僕も行くよ。お花集めたりなら僕にもできるから。そうかい。それじゃちょっくらい行くとするか。お、この花いいじゃないか。冬でも結構咲いてるもんだね。お姉さん、この葉っぱどうかな。へえ、面白い形してるね。これも使おう。やったー、他にもいいもの落ちてないかな。ああ、どれも綺麗だし組み合わせたらいいものになるだろうけど。そうだよな、金をかけずに飾り物みたいな華やかさやインパクトを出せるものとなるとね。あれ、そういえばあの子どこ行ったんだい。うわ、この悲鳴、あの子の。行くよお前さん。その子に手を出すんじゃないよ。危なかったね。大丈夫だったかい？怪我はしてないか？大丈夫。ごめんなさい。いや、無事ならいいのさ。その手に持ってるのは、魔物の羽。他にもないかなって探してたら魔物に襲われて。なるほど、お手柄だね坊や。え、熊手の足りないピースどうにかなりそうだよ。おい、あの子が持ってる熊手、あれはなんだ。すごい、あんなの見たことないわ。うわー、何やれ何やれ、すっげー強そうで超かっけーよ。なんなんだよあの熊では。あの坊主、あんなもん一体どこで。うわー、お兄さんお姉さん、みんなこの熊で見て驚いてるよ。だろうね。なんたって森で集めた草花、そして羽や角といった魔物の素材、さらに縁起物の招き猫を組み合わせた世界に一つだけの特製熊手だからね。そんじょそこらのもんとはわけが違うよ。でも福を招くというより魔除けのお守りみたいになっちまったね。それならそれで嬉しいよ。家族みんなを幸せにしてくれればいいんだからね。ああ、そうだな。それじゃ、送ってってやるから、早く帰って家族に見せてやりな。うん、ありがとう。あの子の家族もすごく喜んでくれたね。家族の幸せそうな姿を見れて、こっちまでいい気分になれたよ。それで、だ。今日一日頑張ってくれたお前さんに、これ、やるよ。素材が余ってたからね。無駄にするのももったいないからさ。ほんのお遊びみたいなもんだけど、悪くないだろ？
も、お前さんも余りもんで作ってたのかい？考えることは一緒だね。あの子のほど大きくはないけど、こいつも負けないくらい服をかき集めてくれそうだね。私にとっちゃ何よりの縁起物さ。ありがとな、お前さん。正月の遊びってのはどれも楽しいもんだけど、やっぱり誰かと一緒に遊んでこそだね。一緒に遊べる相手がいる私は幸せもんだね。冬ってのはどうも物寂しい雰囲気になりがちだけど、なかなかどうして冬の景色ってのはおつなもんだね。お前さんと一緒なら一層綺麗に見えるよ。年末年始ってのはどうにも気持ちが高ぶって、特別な時間を目いっぱい楽しもうと浮き足立っちまう。今の私がまさにそうだね。今までの正月はここまでじゃなかったんだけどね。まあ原因はわかってるさ。お前さんと過ごす正月がすこぶる楽しかったからね。正月はすぐに終わっちまう。でもこれは楽しい一年の始まりだと思うと、寂しいどころか嬉しささえ感じるよ。だから今年も一緒に目いっぱい楽しもうな、お前さん。もうこんな時間か。一日回って手に入れた服はお守りと熊手まあまあの超過じゃないか。もう一つくらい欲しいとこだけど、今日はここまでにして、そろそろ夕飯でも食べに行こうかね。え？ほんとだ。なんだい？もう服が来たってのかい？うわあ！おや、お前さん、明けましておめでとう。ああ、よろしくな。そうだ、ここで会ったのも何かの縁だ。ちょいと手を貸しちゃくれないか？何、悪いようにはしないよ。お前さんにとったらちょっとしたお年玉のチャンスさ。実はこれから親に頼まれた福袋を買いに行くんだ。でもそいつは一人一個までの限定品なんだよ。でもお前さんがいれば私の分ももう一個買えるってわけさ。お前さんも限定福袋を買うつもりじゃなければ協力してくれないか？そうかい、ありがとね。それじゃ早速買いに行くとしますか。売り切れてちゃ話になんないからね。はあ、お前さんのおかげで無事に福袋を買えたよ。ありがとう。あ、そうそう、
お礼のお年玉だけど、福袋の中身からお前さんの好きなものを一つ持ってっておくれ。私は中身そのものより開けるドキドキ感を楽しみたいのさ。まあいいものが入ってるに越したことはないけどね。さてと、それじゃあお待ちかね、開封の儀といきますか。まずは、お、財布だね。しかも本革じゃないか。初っ端から期待させてくれるね。で、これはゲームソフトかい？去年発売の人気作なのか。私にはよくわからないけど、当たりなんじゃないか？これは結構いい福袋かもしれないね。と思った矢先に、こいつはまたとんでもないデザインのセーターだね。しかもペアルックじゃないか。誰が着るんだいこれ。このニットキャップも目が痛くなる色してるじゃないか。おまけにこのサングラスもまた。次は頼むよ。おや、こいつはいいカップだね。どうやら有名ブランドの品みたいだ。さてさて、お次は？はあ、中身を全部見たけど、まさに玉石混交だね。でもこの雑多な感じがいかにも福袋って感じでいいじゃないか。さてお前さん、どれを持ってくんだい？遠慮せずに好きなものを選びな。よりによってこのセーター？ゲームや良さげな雑貨もあるのに。本当に遠慮しなくていいんだぞお前さん。な、そっか、そうきたか。こいつを着るのかい？参ったね、どうも。仕方ないね。一丁付き合ってやるか。お前さん、よく似合って。すっかり男前になったじゃないか。そうかいそうかい、そう言われるともう笑うしかないね。ああ面白。がっかりアイテムもこうして笑いのネタになれば本望だろう。年明け早々こんなに笑えるとはね。そいつはいいね。こいつを着てれば千客万来間違いなしさ。お前さんも学校に着ていけばいい。きっとクラスの人気者だね。はあ、冗談はさておき、せっかくだから他のトンチキアイテムもつけてみるかね。私はこのニット帽を、お前さんはこのサングラスをつけるといい。こうなったら全部つけて目いっぱい笑ってやろうじゃないか。途中で勘弁してくれって言っても聞かないからね。新年早々こんな大笑いできるなんて、その名の通り福が詰まった袋だね。いや、福をもたらしてくれたのはお前さんか。おかげで子供の時みたいな心躍る正月になったよ。どうやら今年もいい年になりそうだね。お腹ねじ切れるかと思ったわよ。でも
笑うのっていいことよね。笑ってる時だけはどんな不幸だって無効化されちゃうもの。笑う角には福来たる。今年もしっかり笑いなさい。そしてあんたの隣にいる子も笑わせなさい。それこそが一番の幸せなんだから。それじゃあ今日はここまで。またね。私眠っちまってたのかい。正月だからってちょっと怠けすぎだねこりゃ。でもなんだか面白い夢を見たよ。え、お前さんもかい。そうそう、お前さんが変な柄の服着て思い出したらまた笑いがこみ上げてきちまったよ。今日一日いろいろな服を集めてみたけど、どうやら私にとっての一番の服はお前さんみたいだね。お前さんがいてくれれば私はずっと笑っていられそうだよ。今年も私のそばにいてくれよね。よし、ケーキ漬けにうまいもんでも食べに行こうかね。今日は私のおごりだ。バーッと楽しくやろうじゃないか。